アムトラックコースとスターライトコースとスターライトは、アメリカ合衆国の西海岸、シアトルとロサンゼルスの間、2216km を1泊2日、約35時間で結ぶアムトラックの長距離旅客列車である。2013年度の統計では、1日あたり1314人の旅客が利用した。コーストスターライトは初めて西海岸を通して走るようになった列車である。 アムトラック発足以前は、コーストデイライトがロサンゼルスとサンフランシスコの間を、カスケードがオークランドとポートランドの間を結ぶという、形で2つの列車に分かれていた。かつてこの列車は、高い定時性を誇っていたが、2006年頃には、貨物列車の増発と保守不足による、線路状態の悪化から遅延が慢性化し、コースとストレットと揶揄されることになった。 2014年7月から過去1年間の提示、運行率は約80%に止まっている。アメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ、ビッグバンセオリーの第2シーズン第17話、ターミネーターキャメロン VS オタクの法則では、初めから終わりまで、コーストスターライトの車内で話が進む。南港北港とも、朝市発駅を出発して、翌日の夜に終着駅に着く。 途中、ポートランド、サクラメント、エメリービル、オークランド、サンノゼ、サンタバーバラなどの都市を通り、途中29駅に停車する。コースとは、太平洋岸地方という意味で、大部分の区間では内陸を走り、太平洋が見える、海岸線を走るのは、サンタバーバラ付近だけである。サンフランシスコと連絡するバスの接続は、ロサンゼルス行から降りた場合とシアトル行に乗る場合は、 エメリービル駅で乗り換え、シアトル行から降りた場合とロサンゼルス行に乗る場合は、オークランド駅で乗り換えとなる。つまり、降りる人が先になっている。サクラメントとサンノゼの間では、キャピトルコリドーとサンルイスオビスポとロサンゼルスの間では、パシフィックサーフライナーと運転区間が重なっている。線路の所有者と区間は以下の通り、パシフィックパーラーカーの2階客室この列車は、 ロサンゼルスの車両基地に所属する4本の編成を使って運行されている。Wi-Fi スポットも設置されている。他の多くの長距離路線と同じくスーパーライナーを基本としているがハイレベルカーを一両連結していることが特徴である。これは1950年代から1960年代にかけてサンタフェ鉄道の列車エルキャピタン向けにバッド車が製造した2階建て客車で 後のスーパーライナーの原型である。アムトラックは発足時に多数のハイレベルカーを継承し、そのパーラーカーを改造の上パシフィックパーラーカーと名付けてこの列車で使用している。ハイレベル客車の多くはその後老朽化により廃車されたため2014年現在も引き続き運転されているパーラーカーは貴重な存在である。パーラーカーは 寝台利用客のみ立ち入りが認められており、後日の車内イベント開催時の他は、寝台客用ラウンジとして利用される。運行中には、寝台利用客を対象にしたワインテイスティングなどのサービスが提供される。1階部分はシアターに改造されており、映画上映会が模様される。これらのパーラーカーにおけるサービスは、他のアムトラック列車では見られない。 この列車特有のものであったが、2018年1月、コストカットの一環から、アムトラックは、パシフィックパーラーカーの連結を取りやめることを告知した。また、スーパーライナーの1階にアーケードゲームを設置した、アーケードコーチという車両も連結している。通常の編成は、以下の通りである。ありがとうございます。